2023年4月6日、ウクライナの南部ザポリージャ州メリトポリのフェドロフ市長が、同市内にあるロシア軍の拠点で複数の爆発が発生して死亡者が出ているほか、ロシア軍の飛行場が使用不能になっているとの情報をテレグラムに投稿しているよ。これについて、このところメリトポリで相次いでいる爆発がウクライナ軍の反転攻勢が近いことを示す前兆ではないかとの見方が出ているな。ウクライナは着々と反攻の準備を進めていて、その機会を伺っているだろうからね。さて今回はそんなウクライナの南部メリトポリで相次ぐ爆発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、一方ロシア側もこのメリトポリにおける爆発についてコメントを発表したんだけど、それによると同市内にはウクライナ軍が運用しているアメリカから供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースに酔うものと断定していて、ロシア軍が発射された6発全弾を迎撃したため被害や死傷者は出ていないと主張しているよ。メリトポリは、東部ドンバス地方のドネツク州を通過するロシア本土からヘルソン州やクリミア半島への補給路上の拠点であり、ウクライナ側が掲げている目標としている2014年にロシアに一方的に併合された、クリミア半島の奪還のために確保しなければならない要衝でもあるんだよね。そのために、ウクライナ軍がこの4月中にも実施するのではないかと見られている大反攻作戦において、その目標先として攻勢をかける可能性が最も高いと見られているな。4月8日にはウクライナ軍参謀本部が、ロシア側が南部のザポリージャ州とヘルソン州のドニプロ川以東の住民を、強制的にクリミア半島に退避させようとしていると発表して、ロシア側が南部においてウクライナ軍の反攻が開始されると見ていることを示唆したよ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア側の行政府がメリトポリでは最近ロシア軍拠点などで爆発が相次いでいるとして、それがウクライナ軍の攻撃だと主張して反攻が近いことを匂わせながら、それを理由に住民がロシアのパスポートを保持しているかどうかなど退避に向けた調査が行われているというんだ。ウクライナ軍の反転攻勢の開始時期については様々な憶測が飛び交っていて、ドイツのメディアなどではブリンケン米国務長官が、反攻は数週間以内に始まるだろうとの見方を示したと報道しているよ。そのような情勢の中でアメリカのニューヨークタイムズ紙が6日、アメリカを中心に北大西洋条約機構 NATO が3月1日時点で作成したされるウクライナの反攻計画に関する機密文書が、一部が改ざんされた上で SNS などに流出していると報じたみたい。それによると、反転攻勢の準備としてウクライナ軍は4000人から5000人の旅団規模の機械化部隊機構部隊を12個編成するとされており、それらには戦車250両を含む600両以上の装甲戦闘車両が必要との記述があったとされているほか、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムートにおいて2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ軍が補給路の維持に苦しんでいたとされ、危機的な状況にあると分析した記載があったと伝えていて、ウクライナ国防省のブダノフ情報局長がバフムートの状況が壊滅的であるとして、精鋭部隊を投入しての反攻開始を数週間以内とすることを提案していると指摘されているというんだ。バフムートに関してはイギリス国防省が7日、ロシア軍側が市内の中心部に到達した可能性が高いとの分析を明らかにしていて、ロシア軍側が前進した要因として正規軍部隊を増強した上で砲兵部隊を効果的に活用していることを挙げているぜ。そして昨年からバフムート攻略作戦の主力を担ってきたロシアの民間軍事会社ワグネルと、ロシア国防省との間の確執については、クレムリン内部ではともかくとして、最前線においては関係が改善している可能性があるとの見方を示しているな。ロシア軍が今年の1月に攻勢を強めたと見られている東部ドンバス地方ドネツク州及びルハンシク州では、これまでに多大な犠牲を出しながらも成果が上がっておらず、ロシア軍がバフムート制圧という局地的な戦果の獲得を狙っている可能性があるとの指摘も出ているね。このことについては文書においても2月25日時点でバフムートはロシア軍に、ほぼ包囲されたと指摘しているとニューヨークタイムズ紙が伝えているが、
それらの情報を取得するためにアメリカがウクライナの軍や政府の高官らをスパイしており、情報を隠そうとしているウクライナ軍の戦略を把握することに西側諸国が苦戦していることが伺えるとしているよ。これらについてはウクライナ国防省情報総局幹部が7日、このニューヨークタイムズ紙の報道について流出されたとされている文書には信憑性がないと強調しているが、ウクライナのゼレンスキー大統領が7日に実施された軍司令官らとの会合において、情報漏洩対策について協議したとも伝えられていることから、ウクライナ側の機密が NATO などに漏れ、アメリカ国防総省から流出した可能性は否定できないとの見方も出ているんだって。アメリカ国防総省もこれらの機密流出の報道は把握しており、事実関係の調査に乗り出しているともニューヨークタイムズ紙では伝えているのであるが、ウクライナ軍への武器供与計画や、現場の部隊の戦力、訓練時期などに関する情報が記載されている機密文書が簡単に国防総省から簡単に流出するとは考えにくいとの見方が多く、犯行の阻止を図るロシア軍にとっては大犯行が実施される地域の判明に役立つことになる。これらの情報を流すことで、ロシア軍の配置や動きを明らかにしたり誘導したりする目的で意図的に流出させた疑いも出ていて、オーストラリア陸軍元将校で現在ウクライナにいるミック・ライアン氏も、様々な情報を流してそれに対するロシア軍の反応への諜報活動によって、ロシア軍司令部や兵団の配置、予備の部隊配置などの情報が判明するため、ロシア軍の構築陣地と部隊配置などの弱点を探ることができると指摘しているな。ウクライナ軍においては西側諸国から戦車などの支援を受けて新編成された部隊を、いつどこに投入して大反攻作戦を開始するかについては厳しく情報が統制されているだろうし、これまでのところ全くわかっていないために西側のメディアも軍事専門家もあらゆる情報に踊らされている状況が続いているんだろうね。もしかするとウクライナ軍自身が決めかねているのかもしれないとの見方もあり、1000km 以上に及ぶ広大な前線のどこに突破口を見出すかについて、ウクライナ軍内部で未だに揉めている可能性を指摘する声もあるほか、あるいはすでに決定されているものの昨年のハルキウ州を奪還した反攻作戦の時と同様に、フェイク情報を流すことによってロシア軍部隊を誘導している可能性を指摘する声もあり、情報が混沌としているよな。ロシア軍側でもウクライナ軍がどこで反攻を仕掛けてくるか全く読み切れていない可能性が高いと見られ、1000km 以上に及ぶ前線全体に防御陣地を構築しようとしていることから、まるで第一次世界大戦における強大な塹壕での戦闘を再現するかの様相を呈しているとの指摘もあるよ。ウクライナ国防省の情報部門のトップであるキリロ・ブダノフ少将はインタビューにおいて、ロシアとウクライナが今春、決定的な戦闘を戦うだろうと発言した上で、この戦闘がロシアによる侵略戦争が終結する前の最後の戦闘になるとの見解を示していて、この発言からも現在のウクライナ軍が時間をかけて戦力を最大化している様子が伺え、この先の数週間、実際にウクライナ軍が動き出すまでの間は様々な誤情報が大量に流れることが想定されているが、その間に大反攻作戦の準備は確実に進行していることは間違いないみたい。そして、この大反攻を失敗することがあればウクライナ軍はロシア軍を押し戻す戦力を喪失することになり、国土を占領されたままでロシアとの停戦交渉に臨むか、あるいは NATO の全面的参戦を懇願するかのいずれの道しか残されていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。